今からお届けするのは FM 京都アルファステーションで2022年11月から12月の2ヶ月間アナザービーオブ京都東本願寺協賛法要エディションとして放送されたものです2023年3月から東本願寺で務まる共産法要について祭児ごとに紹介しています今回は東本願寺門前エリアで開催されるイベントについてお届けします 期間限定プログラムアナザービューオブギョート月曜日は東本願寺共産法用エディションです来年3月25日から東本願寺で務まる共産法要期間中は東本願寺の境内でさまざまな催しが開かれますそんな催しの中から先週は憩いの広場子どもの広場についてご紹介しましたが今週は 市民緑地と小船園を会場に開催されるイベントについて東本願寺の牧野さんにお話を伺いたいと思います牧野さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますえ小船園ではこれまでもいろんなイベントが開催されていますけれども市民緑地でイベント開催というトピックスはもうこれはもう昨年から市民緑地の整備を見守ってきた身としてはもう、はい、いよいよ いいいよいよこれがっていう <laughs> そうそえまあ3月ですからちょっと気持ちよくなってる気候もね感じかなと思うんですけれどもはい、はい、本当にはいもう本当にいよいよ近くなってきたなという、ねはい、感じです。でまあ私もちょっと少しこれまでの市民緑地振り返ってみたんですけれども。はい まあ、あのまず東本願寺前市民緑地の整備に向けて動き出すということがあの発表されたのが、まあ、思い返すと2019年の11月で<ー>まあその時はあの京都市の角川京都市長と東本願寺の当時の,、はい、あの田島宗務総長の合同記者会見が行われまして、えー、あの整備に向けて合意したということが発表されました。はいでまあ、それからあの具体的ないろいろろ協議をあの進めまして年年の11月去年 ですね,そうですねはいから本格的にあのー、市民緑地整備工事が始まりました。 であの昨日もあの付近を歩いていたりしたんですけれども、本当に追い込みなのか、順調に工事が進んでいる様子で、あの噴水の周りの舗装だったりとかが綺麗になってたり、あとまあベンチかなというものも設置されてたり、はい、あとはまあお手洗い、トイレも新規であの立っているのが見えまして、はい、まあ本当にあの進んでるなというのを感じますね。な <laughs> なんんかかできるっていう聞いた時はなんかこう <laughs> イメージみたいなね。がだけだったんですけど「あ夕涼みの会」ぐらいからちょっとおおここがっていうなんかねちょっと実感も湧いてきて11月過ぎ12月ぐらいからはもう本当に直線道路のところの舗装工事も始まってましていよいよっていう感じでんかちょっと気持ちも高まってそうですねいきますけれども。月オープン予定 で聞いてますけれども、はい、あの、早速東本願寺で共産法要が務まりますので。そ,でそれに合わせた期間には、まあ、マルシェなど、いろんなイベントを開催する予定をしております。あの、そもそも3月末から4月いっぱいという期間ですので、あの、季節的にもすごくいい季節であるので、うん、まあ。 何もイベントとかがなくても自由に思い思いのスタイルですごく市民緑地の新しい、ええあのところ楽しんでいただけるかなと思うんですけれども、まあ、共産法要が賑やかに務まっている中であの全国から参拝者もたくさん来られますので、まあ、より多くの方に注目していただけるようにあのイベントも予定しておりますそうですねまあぼそぼそも広場って別に何もなくてもね,うねこうくつろげる、ねはい、空間やったりとかすると思うんですけれどもちょうど本当に大きな共産 保養が行われるということもありますので全国の方にお京都こんなんできたんやってお披露目するにはもうねちょうどいい季節なと思いますさあそしてまあ新たに植樹されたと聞いてますので春ちょうど3月末から4月の期間にかけてはすごくいい空間を過ごしていただけるんじゃないかなと思ってます。 まあまあ、あの今のところその3月末から4月の末にかけて、まあ、1ヶ月以上こうイベントをね、はい、何かこうやっていけたらなあということで、えー、楽しみなんですけれどもやっぱりこの初日、はい、オープニング まあこれがどういうふうにスタートするのかというのはちょっと気になりますねそうですね、はい、まあちょっとこれも今本当にいろんなところと調整中であくまで今のところの予定なんですけれどもまあ共産法要の前日3月の24日に あのー、共産保有の前日ということと、まあ、市民緑地のオープンも合わせて記念してオープニングイベントを開催しようと思って、まあ、現在調整中でございます。であのー、詳細についてはあのー、決まりましたらホームページなどでもお知らせする予定なんですけれども。 まあ今のところ地元の幼稚園だったり小中学校だったりあとは東本願寺の関係学校というところもありますのであのご協力をいただきまして音楽を楽しめる日になればと思って今調整しています。 でまたその音楽の後少し夕方ぐらいからはパフォーマンスだったり少しだけあの飲食も楽しめるようなイベントもできたらと思って計画しておりましてあのまたくさんの方々とオープンを祝えたらなと思っておりますでこの辺の情報はすいませんまだ予定なので東本願寺のあの共産保養特設サイトでも随時決まったものからお知らせする予定ですのでぜひチェックしていただければと思いますもう今 いろんなね、はい、まあ共産法要も始まるしいろんなことが企画されているので、はいはい、ぜひあのいい感じで今企画しておりますので、はい、えぜひ皆さんちょっとサイトの方で随時チェックをしていただければと思います。はいさあ オープンしたばかりの東本願島へ市民緑地で共産法要期間中に、えー、イベント他にも、まあ、これはオープニングイベント今のお話で、はい、まあその他にもイベントをこうやっていこうということなんですけど、はい、これ全体ではどんな日程で開催 される予定なんでしょうか。はい、そうですね。共産保養が3月25日から4月29日まで共産保養の期間中ということで、それと同じ期間中にまあ市民緑地でもイベントを開催する予定です。はい。で今のところの予定では平日月曜日から金曜日はまあ基本的にはキッチンか12台程度と、うん、まあベンチとか椅子などを設置しまして、まあ比較的こうのんびりゆったり、うん、自由に過ごしていただけるような場を展開する予定です。 一方、えっと、毎週土日土曜日日曜日はマルシェなどを開催する予定で、まあ、いろんな京都にゆかりのあるお店をはじめとしていろんなお店の方に出店いただく予定をしております。来場者の皆さんも含めてお店の方も含めてさまざまなご縁が集う場になることを願ってこのような企画を開催します。 まあ、マルシェとかも楽しみですよねやっぱり土日特に土日はやっぱり共産法要期間中は他府県からのお客さんもね、はい、参拝に来られる方がね,ね参拝者の方もたくさんいらっしゃるでしょうから、まあ、京都にゆかりのあるこうお店が出ていると、はいはい、そのお店をからまたその後の京都観光にもねつな、ね <laughs> ね、がったりとか他府県から参来られる参拝者の皆さんにも楽しんでいただけそうな気がします。はい まあ平日ちょっとゆっくりキッチンカーとかでね、はい、まあ自分のちょっと持ってきたお弁当も含めてゆったりと過ごしていただくということも、はい、まあこれはもうこれからずっとと楽しんでいただけるね、ね、かなと思いまう、はい、でもこれは今まあざっくりとこういう予定でということで、はい、考えてるお話で、はい、もちろんこうプラスアルファなんかも。 そそうう、ね、うでですすね、はい、ううありよも今いろいろと各所とお話をする中でこういうこともやってみたいというようなお話もいろいろいただいてますので、うん、その辺をあの現実的にできるかどうかいろいろ調整してまして、はい、<laughs> もしかしたらいろいろプラスアルファでこの日はこういうものがあるというような形も出てくるかなと思います。一つあ,のあるのは東本願寺花灯とい,いまして えっと、東本願寺周辺と東本願寺と小西園の間のエリアを中心に、えー、花灯籠がこう共産保漁に彩りを添えてくれる予定となっております。うん、であのこれは東本願寺の目の前にある東本願寺前商店会という商店会が、はいえー、主催してくれる予定のものでして。ええ えっとまあ、東本願寺門前エリア今あの火曜日の放送でも紹介、はい、されてると思いますけれども、はい、東本願寺前商店会はもう本当に東本願寺の目の前に広がっているある商店会で、まあ、仏具とかお念珠とかあとは僧侶がこう身につける法へなどを扱うお店とかが多くて、うん、まあこの地域ならではの商店会なのではないかなと思っておりまれてそうして。いいうのははな、ね、なかなかね、はいはい まあ、あのそちらの商店会の方さんの方が、まあ、このように共産法要でもこう協力をしていただいて、うん、こう彩りを添えてくれるということでこれもあのとても楽しみにしてます。でもう一つ、えっと、コロナの前まであの毎年夏のサマーフェスタ東本願寺前は、えー、食とアートのマーケット in 東本願寺というものを毎年やってたんですけれども、はい、そちらのあのー イベントでとても人気の企画だったツリークライミングも、あのー、予定されています、うん、こちらも、あのー、七条商店街振興組合さんのご協力で行っているもので、えっと、東恩返前市民緑地の中にある大きな木に、えー、登れて木登りすごい、あのーと 京都駅のすぐ近くで木登りが体験、うんはいね、できるというので。<laughs> まあこれもあの実施していただけるように、今ちょっと日日時を調整中でございます。実現するといいですね。ねそうですね。あ、ただ小学生限定の、はい。<laughs> 小学生ぐらいの身長ですけど、ダメですよね。私、はい、<laughs> 小学生優先で、はい、えー、お子さん向けの。はい、でも、あの、コロナ前と本当に大きく違うところは、はい、市民緑地になっているっていうね。そうですねはい、えー。そういったところの環境の違いもありますので、はい、ぜひ、あの、小学生の。の、はいえー、お子さんたちに。 楽しんでもらえるといいですね。はい、こちらもすごくす、はい、楽しみにしています。あとやっぱりちょっと気になるのは小生園でもイベントが何か予定されてないのかなと思うんですが。はい。あの小生園もイベント企画しております。であのそもそも小生園もですね春のいい時期ですので、うん、あの通常通り日中の普通の散寒をいただくだけでもあの十分に楽しんでいただける時期かとは思っておりますが、えっと少し 前半の方でも所仙園紹介させていただいたんですけれども所仙、はい、園自体の紹介を少しさせていただきますと所、えー、園は別名帰国亭とも言われている東本願寺の飛び地境内、まあ、少し離れた場所にある境内というところで国の名勝に指定されている庭園です。でえー、と諸園内には大きい 大小2つの池がありまして、はい、ま大きい池が陰月土というんですけれどもその陰月土に面した芝生からこう見る景色はとてもあの風情がありましておすすめです。はい、で共産法要期間は3月末から4月末までですけれども小泉、えー、には大体50本ほどの桜がありまして、うん、特徴としては5種類の桜が植えられてまして。 修善寺間桜と紅しだれ、はいうん、ソメイヨシノとマザ、うんえー、ボタン桜の5種類が植えられてましてこちらがあの少し咲く時期が、あのー、種類によってずれているので、はい、あの3月中旬から4月中旬頃まで、うん、こう長く桜が楽しめるっていうのも特徴と言われてますなので、あのー、小さい方の池から月地に行く、えー ちょっとイメージ来られたことない方はイメージしづらいかもしれないんですけど、うん、あの池から池に行くこう小道に小川があるんですけれどもその周辺にはソメイヨシノが植えられてて、まあ、満開の時期にはこうたくさんの人にお越しいただいてあの写真をたくさん撮っていただいてるで、はいね、たくさん来てはいただいてるんですけれどもよく穴場と表現されて京都駅の近くなんですけれども比較的あのゆっくりあのー。 お花見が楽しんんでいいいただけるんじゃないかなかと思まあそういう小生園で共産本位の時期には、まあ、プラスアルファであのイベントを何か楽しめるものを企画中ですのでそちらもぜひお楽しみにしていただければと思います。なんか小盛園自体のなんかこう持ってる空気感みたいなものがなんかこうせかせかしない、はい。はい そうですね,ねだからあたくさん人来てはるなぐらいな感じなんですよね,そうですねたくさんの方が来られててもね。はい、なのでやっぱりあのちょっとゆったたりとした気持ちでこの秋もちょうどあの夜のイベントやったんですけれどもその静かな空間がとても良かったというようなこうご意見をいただいていますので、うん、はい静かなところを 楽しんでいただければと思います。紅葉もすごい綺麗でしたけれども、はい、桜の時期も楽しみですね。はい、ね、はい、はいえー、これあの本当に何ではなばないやろうって思うぐらいね <laughs> 素晴らしい、えー、お庭なので、ぜひ皆さん、はい、共産紅葉の際にも、はい、調整の方にも。 えぜひ足を運んでいただきたいと思います共産法要市民緑地のオープニングイベントは3月24日金曜日に開催予定となっておりますイベントは翌日3月25日土曜日から4月29日土曜日まで続きますもうまさに京都の新しいお出かけスポットがそうです、ね、はい、はい、来年の春に誕生するということですので東本願寺門前の市民緑地そして小泉園で京都の春 満喫していただきたいと思いますなんかほんまに幕田さんこうやって話してると、はい、いよいよやなっていう気がね,ね、はい、私たちもどんどん私もんね、はい、今話してて思いました、ね、なんか去年の今頃とかは2023年かとか言ってましたけど、ねはい、年明けたらきっとすぐですよ <laughs> もうそうですね、はいえー、いろんなあの企画が進んでいくと思いますのでぜひホームページなどをまめにえチェックしていただいて皆さんもですね楽しみにしていただきたいと思います ということでこの時間は東本願寺の牧野さんをスタジオにお迎えして市民緑地と小生園を会場に開催されるイベントについてお話を伺いいままししたた牧野さんあありりががととううごござざいました。